はい、まあ、というわけで、機能満載の SC3900 なんですけど、次は今度、右下の方、行ってみたいと思います。はい、右下。まあ、DJ に興味ある人は、まあ、これが何だかっていうのは大体わかる人は多いんじゃないかなと思いますけど、これは、スピードを操るフェーダーになりますね。遅くなったり速くなったりします。はい。で、現状なんですけど、現状ですね、今、ここにプラスマイナス 6% って書いてあります。はい。この、一番下のプラスマイナス 6% って。はい。ということで。で、これ何かっていうと、遅くするとマイナス 6% になって、速くするとプラス 6% になるよっていうことなんですね。で、そのレンジ、幅を、変えることができます。要するに、今は、まあ、BPM、曲の速さですね。BPM が、100のものが、6% 遅くなったり、6% 速くなったりっていう風にできるんですけど、これを、プラス10、このボタンですね。プラスマイナス16、プラスマイナス100というところまで変えれます。ちゃんとこうディスプレイに表示が出ます。ピッチオフはもうスピードが一切変わらないよってやつで、はい。で、レンジ 6% と、10% と、16% と、100% まで、可変ができます。はい。もう 100% っていうともうめちゃくちゃ遅くできますね。はい。もう、早送り状態ですけど。はい。という感じですね。で、その次、キーアジャスト。はい。これ電気つくようになってますけど、はい。これ一体何かっていうと、これは、さっきのですね、ピッチレンジをいじると、音程が変わっちゃったりするんですね。ちょっと気持ち悪い感じになるんですね。ちょっとやってみましょうか。ちょっと低い感じに、遅くするとスピードを低い感じになります。でスピードを速くすると高い感じになります。はい。で、ここのキーアジャストですね。これを押すことによって、はい、なんと、このキーが一定に保たれるという、すごい機能なんです。はい、いきますよ。じゃあ遅くしますよ。音程は変わらないので。はい。じゃあ速くしますね。はい。という感じで、レンジの方はもう、あ、レンジはごめんなさい。キーの方は一切変わらないという機能です。まあ、ボーカルだとか、歌物とかはかなりいいのかなっていうふうに思います。結構女性ボーカルの声とかだと、もう、ただでさえ高いのにもう、ほんとキンキンしちゃったりだとかっていうこともあったりするので、まあ、歌物の時なんかは、最近だとアニソン DJ の人とかもうほとんどやっぱり、マスターテンポとかキーアジャストはオンにしてる感じですね。はい。で、あと、ここのピッチベンド、ピッチベンドに関しては、さっきプラッターのところでちょっと言ったんですけど、ここのヘリを前に進めたり後ろにやったりすると、ちょっと速くなったりちょっと遅くなったりっていう風に、さっき説明しましたが、みたいな感じですね。で、そういうのもめんどくさいよっていう方は、このボタンを活用してもらえば、これでちょんちょんってやれば、ちょっと速くなったり、ちょっと遅くなったりっていう風にできます。ちょっとやってみますね。という感じです。はい。結構、CDJ に慣れてる人は、このピッチベンドを使う人が結構多いので、まあ、これも意外と重要なボタンなのかなというふうに思います。あとですね、重要な SC3900 の機能で、MIDI 機能というのがあります。MIDI 機能というのは、何なのかというと、まあ、ここにボタンがありますね。
で、これを使って、MIDI 機能を使うと、これを使ってパソコンの中の楽曲を、これで、コントロールできると、そういうような感じなんですね。ただそれには、DJ 用のソフトが、必要になります。例えば、スクラッチライブとか、まあ、有名なのはトラクターだとかっていうものを導入いただいて、で、まあ、それを、まあ、パソコン上で使えるように、してもらって、あとはこいつを USB で PC に挿せば、パソコンの中の楽曲が、こいつでまるで CDJ を使ってるかのように、再生、まあ、操作できちゃうという感じの、機能になります。で、MIDI のアサインも、まあ、なんて言えばいいんですかね。まあ、ここを、例えば、まあ、一番わかりやすく言うと、ここを押すと再生じゃないですか。で、それは、パソコンのソフトの再生が、例えば、A だとしたら、A っていうふうに決まってたとしたら、ここを A に割り当てをすると。Q が B だったら、ここに B を割り当てする。というふうで、まあ、そういう紐付けっていうのを、まあ、マッピングっていうんですけど、そこの、マッピングなんかも、自由にできるようになってるし、ボタンとかも結構多いので、いろいろなアレンジメントも効くのかなという感じでございます。